皆さんこんばんは、ワドッツです。今日は2018年の1月の31日、夜中の3時29分です。ちょっと寝れなくて枠を開きました。お付き合いいただけると嬉しいです。ワコッツ。ああ、寝れないよ。なんか右の拳が痛くてさ。普通に寝れないんだよね。小指、昔折れたところがね。昔折れたところが痛くて。まあ、冬場たまに痛くなったりとかするんだけど、多分ね、サンドバッグね、右でね、ちょっと変なところで打っちゃってるんだなっていう、なんかビリビリしびれてる感じと、あとそのきしむっていうのかな、すごいなんかじんじんじわじわ痛くて嫌なんだよね。こんな時間に起きてんの？どうしたの？ワドツ。おお、ともちゃん久しぶり。ワドツ、どうした？のんも寝れないの？明日学校じゃないの？腰が痛い。なんかリンクしてるね。俺はね、左のね、拳が今痛くて寝れなくて。脳は腰か。痛いよ、本当に。やだね、痛いのは嫌だよね。吐いた？大丈夫？大丈夫？気をつけな。どうしようもない。苦しいよね。苦しいよね。大丈夫？ゆっくりね、深呼吸してお水飲んで。大丈夫だからね、俺らがいるからね。不安になることないよ。ねえ、久しぶりだね。潜ってたの？痛み止めは飲んでない。俺薬飲まないんだよね。辛い時は一緒に寄り添いましょう。おい、カツオさん、ワドッツです。ごめんね、ドルさんとこリプキンだから挨拶返さなかったっすね。申し訳ないっす。ワドッツ。ドルさんとこリプキンなんだよね。便所太郎さんとドルさんリプキンなんですよ。申し訳ない。いやー、手痛いなー。俺も過呼吸とかひどかった時あったな、うつ病とかで。ねえ、体調悪くて精神的にね、辛い時は辛いよね。分かってくれないもんね、なかなかね。同じ経験をしたり、こう同じ苦しみがないとなかなか伝わらないからね。辛いよね。分かるよ。胃が痛くて目が覚めた時は痛み止め飲んで救急行くか。マジで？ともちゃんもあれ？そう、結構吐いちゃったりする？ねえ、辛いよね。俺も夜中ね、過呼吸を起こしてね、吐きたいのに吐けなかったりとか、冷や汗がどんどん出てきて手が震えてって、辛い時辛いけどね、乗り越えられるからね。乗り越えられるから。多分ね、今ね、頑張りすぎなんだよ、ノンは。自覚あるでしょ。頑張り屋さんでね、プレッシャー自分でかけちゃうのよ、知らず知らずに。気楽でいいんだよ。肩の力抜いて、楽しく笑顔で。胃痛だ、ストレスだろうね。胃痛はストレスは穴開くからね、胃痛は。ストレスは穴開けるから。そう、頑張り屋さんだから、いいんだよ。ゆっくり生きていいんだよ。
栗でいい。いやー、この拳痛いのどうしようかな。マジでちょっと辛いな。痛い痛い痛い。のんちゃんに拳撫でてみもらってみたら、いやー、のんちゃんと一緒にいるだけで助かるよ。でものんちゃんいびきかいて寝てるから さっきまで腕枕してたんだけど、すやすや寝てるから起こしたくないんだよね。あー、寝れないから、たまたまが通知が来たのかな。お、より目やってるかっつって、より目んところ遊び行くかちょうどいいタイミングじゃねえかよ、より目つって。おい、より目喋ろ、この野郎つってね。喋るよ。みんなが寝れるまで喋ろう。ちょっと今日はあれだな。体の調子が良かったからオーバーワーク気味だったな。すげえ体がキレッキレでさ、調子良かったから、バン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 やっちゃったんだよね。より目つけたらラジオだった。じゃあ今裸なんだよ。いや、カメラつけた方がいいんだったら着替えてくるけど、カメラいる？みんな的にはカメラいります？今ね、パンツ1枚なんですよ。ほら、ねえ、俺が裸だとさ、パンツは履いてんだけど、女性リスナーが興奮しちゃうから、キャー、ワドさん素敵、チュッチュッ、花火が700発飛ぶって言われてるからね、俺が裸になるだけで。上半身、肉体美が半端じゃないから。俺の肉体美で花火上がったら大変でしょ？ラジオでいい？ 求めてない。オッケーオッケー。キャーキャーキャーっつって。俺のメタボリックな鍛え上げたボディーが。麗しのボディ。着替えるっつってもジーパン履いて T シャツ着るだけだからすぐなんだけどね。手頃買って有名になってやる。見直したぜって言ってさ、リスナーバッカン増やしてスターダムにのし上がってやる。マンスリーも上の方行ってやるぜ。そう、声聞くだけでだいぶ違う。よかった、お役に立てて嬉しいよ。ありがとう。ゆっくりでいいよ。人生は長いから、長いけど短い。無理はしちゃダメね。無理はしたら体が教えてるんだよ、これ以上無理するなよって。体と自分の心と向き合うのは大事だと思うよ。あんまり自分を責めないであげてね。大丈夫だから、心配ないから。俺が普通に生きていけてるんだから大丈夫。みんなは俺より優秀だから大丈夫。捨て頃楽しみだな。今日もずーっとボクシングの動画見てたね。今日は K1 見てた。なんで男って格闘技好きなんだろう。みんなは格闘技好き？
男の子ってイメージだよね。女子とかなんか話してなかったもんな。やっぱ男子だよね、ロマンがあるから。そうだね、やっぱ強さを誇示したいのかな男は。俺は強いんだ、本当は強いんだってやりたいのかな。解放お疲れ、こんばんは。何解放も起きてんの、どうしたのこんな夜中に。みんな寝れないのか。こういう時って冷やした方がいいのかな、温めた方がいいのかな、どうなんだろう、どっちなんだろうな。あ、今目覚めちゃった、俺の通知で目覚めちゃったのかな、もしかしたら。ごめんね、多分そうだよね。明日はね、2日連続でジム行ったから明日は体的には休みたがってるんだけど、明日はね週に1回来るね、ちょっとお気に入りのコーチが2人いまして、明日は逃せないんですよ。え、違うトイレ、あ、トイレで目が覚めちゃったの。あ、そっかそっか、年だね年だよ年。なんか調子悪いから今日休もうかな。あ、学校、あれじゃん、学校単位とか、俺はほら大学とかわかんないけど、単位とか大丈夫だったら休めば、その単位が何なのかよくわかんないんだけどね。休んで、大丈夫なら休んでいいと思うよ。休めるときに休んで。頑張れるときにがっつり頑張るっていうのも大事だと思う。多分休む。そう。OK。休めるときに休もう。なんかさ、女の人ってボクサー体型の人好きじゃない？一番モテる体型ってボクサー体型じゃない？なんかゴリゴリの筋肉マッチョってモテないイメージがある。そういうのも女の人はね、なんかこうボクサーみたいな細くて細張った筋肉の人が好きなんじゃないかなって思うんだけど、みんなはどうなの？まあ俺は一番モテないメタボリックボディなんだけど、モテるわけがないっていうプヨンプヨンだからね。スライムだよスライム。痩せ型の人がモテるよね、なんかね、ビジュアル系みたいな。本能なのかな。みんなは男のどういう体型が好きなの？たまにね、太ってる人好きっていう人いるけど、意外とあれなのかな、あんまりそのなんだろう、肉体とかよりも体とかよりもなんかこうあれなのかな、性格とかで選ぶのかな。 顔とか男確かにあんまり重要視されてないような気はしなくもないもんね。あ、やっぱ細マッチョが好きなんだ。はい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 、やっぱり細マッチョは好きなんだね。
痩せたらリスナーさん増えるかな。でも配信者って太ってる人多いからね。細マッチョ肌。好きになれば体型は何でもいい。デブでも。あ、でも性格がやっぱり、女の人ってそうだよね。性格重要視するよね。どんな男が好き？さあ、男の性格ってなんだろう？オラオラ系っていうの。俺はオラオラしてないかな。どういう性格？なんか、優しい人が好きとか言う人いるけど、優しさって何なのかすごく難しいよね。優しいってどういうことなんだろう。やっぱ優さお好きなんだ。優しい人ってどういう人？優しさって何だろう。優しさ。痛みを知ってる人かな。痛みを知ってて寄り添える人かな。優しさって何なんだろう。いや、優男はモテるって言うよね。俺はなんか笑顔が素敵な女性が好きだな。ニコって笑った時、こう、心が癒されるような人が好きだ。具合悪い時に本気で心配してくれる人。いや、具合悪いのは普通心配するでしょ。それ、優男じゃなくて普通に心配するでしょ。大丈夫かなって普通だと思うよ、それ。それ人間としてっていうレベルだと思うから。それはなんか野草だとは思わないな、俺は。具合悪い人いたら普通声かけるでしょ。大丈夫ですかって。声かけるだけじゃなくて、そばにいるだけの優しさもあると思うしね。まあ、メンタルから来る、その、なんだろう、辛さっていうのは、メンタルやられた人じゃないと分かんないからね。うつ病ってどういう状態なのかっていうのさ、うつ病になってみないと分からないじゃん。例えばなんだけど、うつってなんだろうって。もう、うつ病じゃない人にうつ病を説明することは不可能だと思ってるもんね。電話はまめな人？ああ。和道さんも野草だよ。車来ると危ないからって反対側に寄せてくれて。俺ね、それね、母親の教育なんだよ。優しいとかじゃなくて、女性を道路側に立たせるなとか、そういう、なんか母親がうるさくて、そう。あと、父親と母親がすごい、その、レディーファーストじゃないけど、その、そういう考え方の人だから、あれはね、もう完全に教育。なんか付き合ってる人とか恋人じゃなくてもやっちゃうの。どうしてもやっちゃう癖なんだよ、もう。女の子には優しくしなさいとかさ。もう癖は抜けないからね。ジェントルメンを育てるのに長けてる。っていうか、親父が極端なジェントルメンでしたね。こんな人いるのっていう。もうね、ジェントルメンとかじゃなくて、侍みたいな人だったから、言葉数少なくてさ、その見栄を張らずに、黙々とやるような。癒される？ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいな。なんか喋ってて、いいよ。和道君今日もいいよって言ってもらえると、俺はすごく嬉しい。しょうがないな。今日だけだよ。ちょっと待ってね。しょうがないな。待ってね。よいしょ。しょうがないな。
こうしようか。よいしょ。いい？ OK。 お前邪魔よし、ちょっと邪魔なやつ消しといたわ。よいしょ、うん、まんま俺、どっからどう見ても俺でしょ。目はエメラルドグリーン、髪の毛はふさふさ、右手にはラバーバンド、胸ははだけている、お肌ツヤツヤ、かっこいいでしょ。こうしよう。どっからどう見ても俺だね。実物と何ら変わりないね。甘いお菓子食べたいな。最近食べ過ぎなんだよな。ご飯超大盛りにつけ麺とか食ってっかんな。ちょっと食べる量控えよう。いくら体でかくするっつってもちょっと体重たいと体動かしづらいからさ、もうちょっと考えよう。疲れた。大丈夫。頑張らないでいいから。頑張らなくていいよ。大丈夫。ほら、脳はさ、優しいからさ、つい頑張っちゃうだけだから、癖なんだよ。でも分かってる人には分かってるから、ありのままでさ、そばにいてくれる人と一緒にいるべきだよ。普通にしてて一緒にいてくれる人を大事にするべきだよ。
ありがとう。俺もあれだよ、そんなに長くやらない。俺も拳痛えじゃん。拳痛くなくなってきたわって言おうと思って、手開いた瞬間めちゃめちゃ痛かったわ。痛えわ。まだ喋るわ。どうせ寝れないわ。握るでもなく開くでもない状態が、まあキープできれば痛くないんだけど、握り込んだ処理ね、手ちょっと動くとピキッっていうかね、キシッっていうかね、ギッっていう音がする。小指が、右手がね、ちょっと痛いですね。左手は大丈夫なんだけどな。そうね、みんながすやすや寝れたら嬉しいな。子守歌に。子守語りか。子守語りっていい言葉だね。紅の豚っていうさ、映画見たことあります？ジブリの。このフィオって女の子がね、ポルコロッソ。まあ、紅の豚に言うんだよね。ねえ、ポルコって。昔の話してって言って、めちゃめちゃかっこいいんだよね、あのポルコロッソの声が。あ、大丈夫大丈夫、ピングさんありがとう、かまってくれてありがとう。 痛いの、拳が。痛くて起きちゃったよ。起きちゃったっつうか寝れなくてさ、もうヘッドヘッドで全身筋肉痛なんだよ。特に背中と右拳が今日はやばくて、あとお尻腰。あ、北海道からいらっしゃい、にゃん姉さん。楽しんでって。もし面白かったらフォローしてくれると嬉しいです。まったり枠ですけど、よろしくお願いします。無理はなさらないようにしてくださいね。頑張りますよ。僕はやりますよ。欲しいものがあるんですよ。手に入れたいものがあるんですよ。手に入れたいものに向かってる時の僕はやりますよ。 はい、僕はね、昔からね、宿題はね、遅れてやるどころかね、間に合わなかった子供なんですよ。1年前にやらなきゃいけなかった宿題をね、1年後に提出してやろうと思ってます、僕は。やっぱり取り返さないとね。ああ、応援してくださいね、乗っかってください。応援してくれる人は Twitter、YouTube、ふわっちをフォローしてください。一緒に勝ちましょう。皆さんの応援が本当に毎日のトレーニングに本当に身が入るんですよ。いや、やる理由があるっつって。俺は行かなきゃいけない理由があるって。俺は行くと。待ってる人がいると。俺はやるよ。応援して。みんなでやろう。みんなで喜ぼう。パーリーを開こう。人生に一回あるかないかのリベンジマッチですよ。僕は勝つ。今日初ふわっちです。至らないところがあったらごめんなさい。大丈夫。大丈夫。心配ないです。何？ふわっちを今日始めた理由はどんな理由だったんですか？なんか話題になってたりとか、どっかから噂を聞いて、にゃん姉さんは、何がきっかけでふわっちを見てみようかなって。で、たまたまですか？僕の枠を見てくれたのは。もしよかったら教えて、やんねえのこと。
勝利に向けても頑張る和道さん素敵です。いや、勝ったらね、全部肯定される世界、負けたら全部否定される世界、勝負、本当にね、頑張ってましたなんていうのは通用しない世界なんですよ。へえ、頑張ったんだ、だから何っていう世界の、勝たなきゃいけないんですよ。勝てば官軍、負ければ賊軍って言うんだっけ。勝たなきゃいけないんですよ。勝たなかったら誰も認めてくれない。だから勝つんです。もうどれだけ練習したもん勝負でしょ。どれだけやったか勝負だと思う。やってやるだけですよ。やってやりましょう。どっちか一人だけだからね、勝つことはできるのは。どっちが勝つか分かんないからね、面白い。とことんやってやりましょやっぱ勝つ人に乗っかりたいでしょ。勝つ人に乗っかってなんぼでしょ。YouTube 見て興味を持ちました。おばさんだけどよろしく。ここはおばさんだらけなんで大歓迎ですよ。僕はおばさん大好物なんでね、はい、おばさんが集まれば集まるほどテンションが上がるんで、そう、和道レディーと呼ばれてるけど全員ババアだからね。痛み止めは飲んでないですね。飲んでないです。声だけで癒されるから寝落ちするかも。寝かさねえよ。 寝かさねえよ、もうちょい付き合いや。 のもうちょい付き合ってくれ。ね、うとうとしてきた？いいんだよ、ゆっくり寝て。飲まなくて、まあ、きしむ感じだから、なんとか、まあ、あれだよ、オナニーするだけですよ。正直言って、もうこの痛みを忘れるには、もう、喋って、オナニーをして、寝る。それが一番いいの。抜いて寝る。それだけ。それ以外手はないのを知ってるの。大体痛み止めって今から買えるの？わかんないけど。薬局とか開いてんのかな？なんかあんま薬、なんかね、軟膏とかよく塗るんだけど、もう肌荒れとか、ひどいタイプで子供の頃が。だけどね、あんまりね、飲み薬って好きじゃないんですよね。あの錠剤を飲んで、なぜ体が治るのか不思議でしょうがないんだよね。あまり薬というものを信用してない。怖い。あの小さい粒を飲んで、なぜ体が治るんだっていう。不思議だよね。本当にやばい時は飲むけど。確かに不思議な錠剤ですよね。ねえ。だからお医者様とか薬剤師さんとかすごいんだよ。だ、緊急事態に頼るようにする。緊急事態。薬に頼りっぱなし？いいと思うよ。いいと思う。俺はね、32年間何に頼って生きてきたかっていうとね、小学4年生から、1日も欠かしたことないオナニーに頼って生きてきましたね。本当に。オナニーをしないと寝れないんで、まあ薬に頼ってもオナニーに頼ってもいいと思います、僕は。
人は何かに頼って生きていくんだと思いますね。あ、メンヘラちゃんなの？ニャンネーは。メンヘラちゃんも多いからね、和道枠は。なんでなんだろうね。まあ俺は嫌いじゃないんだけど。私はいろいろ病気持ってるから、薬ないと生きていけない体だから、錠剤に。ああ、それは本当にね、素晴らしいよね。命を救ってるわけだもんね。ああ、そのでも感謝を持つっていうことは本当に素晴らしいことだよね。当たり前だって思ったらずうずうしくなっちゃうんだよ、人間って。でも、ああ、薬がある時代に生まれてよかったなって感謝して生きられるのは素敵な生き方だと思うよ。あ、メンヘラちゃんなんだ。大丈夫。俺はメンヘラかどうかで人を差別はしないから。ただね、優しい人かね、心が醜い人かだけで判断しますんで。はい。大丈夫です。優しい人だったら、僕はお付き合いしていきたいと思うんで。心に病気を抱えてるとか、そんなのは、全然僕の許容範囲なんで、受け止めます。一緒に歩んでいきましょう。肩痛い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 、痛い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 。これどうしよう、明日行こうかな。行ってマジで。いや、右、ボクシングやってるんですけど、今。右の拳の、昔、骨が折れたところがあって、なんかこう、親友と男臭いなんか喧嘩をしちゃって、殴れよみたいな、お互い殴り合おうぜって言って、思いっきりぶん殴ったら、めちゃめちゃ拳折れちゃって。で、そっからね、もう一回折れちゃって、もう癖になってるんですよ。あ、パンチは重いかもしんないけど、拳が壊れやすいっていうか、痛いんですよ。寝返りとかじゃないんですよ。こう手を握ると小指のこう付け根っていうのかな、小指の部分が折れてて、それが冬場とか寒い日とか、そのまあパンチ打ってると痛くなっちゃうんですよね。パンチ力ある人は拳折れちゃうんですよ。グローブどんなにでかくて、どんなにバンデージ巻いても。ちょっと明日スポンジ、ドレさんから教わったスポンジ巻くのやろう。石鹸用のスポンジを切るんですよ。で、バンデージ巻くときにこうクッション入れて、少しでも軽減するっていうのがあるらしくて。いやいや、あれですよ。今ボクシングやってるから痛いだけで。サンドバッグ今日バンバン叩いちゃったんで楽しくて。やってる時は気づかないんですよ。テンション高くて。やってる時は気づかないんだけど、終わった後、そのアドレナリンが切れた後がもう痛くて痛くてしょうがないんですよ。それがね、ちょっとね。まあでも、こんなのは勝ったらさ、吹っ飛ぶ痛みだから、少しの間、我慢すりゃいいんだよな。普段の生活には、日常生活には異常はないよ。大丈夫だよ。そうそうそう。
病院、いや、大丈夫だよ、こんなの。まだ起きてる？報告ありがとう。起きてたか。俺も起きてるよ。鉄痕キンクリートみたいな。鉄痕キンクリートってアニメがあって、松本太陽っていうその作家がすごい作家で漫画家なんだけど、独特の世界観なんだよ。で、白と黒っていうさ、2人の幼い兄弟が町を牛耳って不良なんだけど、その喧嘩屋さんなんだよ。中学生小学生とかの年齢で、白と黒って言って、黒がお兄ちゃんでね、白がね弟なんだけど、白が可愛いんだよね。白がすげえ可愛くて、鉄痕キンクリートみたいな。で、ヤクザの抗争を描いてる、なんか結構バイオレンス系なんだけど、いいんだよね。みんなが知ってるのは鉄痕キンクリートじゃなくて、あれは絶対知ってると思う。ピンポンっていう映画、松本太陽っていう漫画あるが原作なんですよ。窪塚がピンポンってやったでしょ。松本太陽はね、絵本みたいな世界観ですげえいい漫画描くんだよね。もし機会があったら読んでみて、松本太陽。独特な絵なんだよね。なんかそれをクレヨンしんちゃんをちょっとかっこよくしたような、みたいな、なんて言えばいいか分かんないけど、下手うまいというか、なんかもう、なんだろうな、不思議な世界なんだよね。あれ、松本太陽じゃなかったっけ？松本太陽じゃなかったっけ？あれ、名前違うか？松本太陽で合ってるよな。あ、太陽の字が違ってた。大きい陽なんだ。太平洋とかの陽なんだ。ピンポン面白いよね。鉄痕キンクリートのアニメも面白いし、アニメ版のピンポン見た？にゃんね。アニメ版のピンポンめちゃめちゃかっこいいよ。すげえかっこいい。絶対見た方がいい。なんか俺はね、逆に窪塚の方のピンポン見たことないんですよ。アニメ版も面白いよ。不思議な世界観なんだよな。アニメ見てみて、超かっこいいから。もういろんな名台詞があって、マイナス16度？マジで？マイナス16度ってどんな世界なんだろう？それって人間が生きていく環境なの？
どうやって生きていくの？マイナス1度でヒーヒー言ってんのにさ、東京の人たちは。マジか。すげえな。マイナス16度って出勤とかって普通にできるの？歩けるの？どうやって生きていくの？全然意味がわかんないな。すごいよな。ていうか、なんで北海道ってマイナスなのにジャガイモとかってマイナスでも育てられんの？なんかいろいろよくわかんねえわ、北海道って。すごい土地だよな。あと、なんで北海道の女の子は綺麗なんだろう。あと、擦れてないんだよな、北海道の子って。なんかピュアなんだよね、すごく。北海道美人、ドサンコって美人だよな。なぜ、なんだろう、北海道って不思議だよな。俺はタイプだね、北海道の女性。俺はタイプ。実際肌が本当に白くて、なんだろう、擦れてないんだよね、北海道の女の子って。不思議なんだよな。北海道美人だと思うよ、俺は。好きだね。あ、でもなんか北海道の女の人はでも気が強いイメージだな。北海道って実際離婚率すごい高いんだよね。実際そうなんですよ。北海道って日本でね、異常に離婚率が高い国なの。女性が気が強い。独立して働くから、女の人がね、働き者だからね、すぐね、別れちゃうんだよね。異常に多い。正解でしょ。それね、一説によるとすすきのが栄えてるからっていう理由がある、らしいよね。一説によるとね。あー、メガホンありがとう。なんで痛いんだ。グローブっすね。サンドバッグ今日調子に乗って、調子が良かったんですよ。右が切れててバチンバチン叩いちゃって、昨日の時点でちょっと痛いなぐらいだったんだけど、今日はもう痛くて痛くて、調子に乗ってサンドバッグ叩きまくりましたね。しゃんですよ、今日ね、ボクシングのコーチがお休みで、キックボクシングのコーチしかいなくて、ずっとなんか個人練習みたいなこと珍しく初めてやってて、あとその個人練習、まあボクシング受けたい人が、一緒にサンドバッグ、ミットを叩き合ったりとか。だからね、サンドバッグ叩きすぎたんですよ。メガホンありがとうね、隣人13号さん。ありがとう。怪我は癖になるからしばらく休め。違うんですよ、これね、10代の頃、親友をぶん殴って、で、その時折れた、あれなんで、もう、癖になるからどころじゃなくて、もう2回ぐらい折れてて、その後から。もうね、治んないんですよ、これ。要はね、骨、病院行かないで折れてんの分かってたのに、自然治癒でくっつけちゃったから、骨が歪んでくっついてるの。アーチを描いちゃってるんですよ。なんつうの、手のひらの部分の骨なんだけど、小指だけ、ギューって曲がってるんですよ。ズドンってやるとね、きしむんですよ。
練習終わった後パンパンに腫れるからね、指曲がんなくなるまで。最近の怪我じゃないんですよ、もう癖になってんすよ。実際病院は行くべきだよね。だからね、病院行かないとこういう変な癖が残っちゃうから。でもね、もうね、その折れた時は1週間ぐらい放置してパンパンになっちゃって、みんな折れてねえよ折れてねえよっつったけど、結局折れてたんですよ。だけどもうくっついちゃってますって言われて、病院は行くべきだよな。本当にもったいないことしたな。アドレナリンが出るともう痛みを感じなくなるから、簡単に言うと脳震盪を起こすまでずっと戦えるんですよ。それかもうボディで息ができなくて苦しくて倒れるとか、うってなってこうバタってこう倒れて、呼吸ってなって倒れるか、ごめんなさい、かもしくはその脳震盪バチンって顎に入ってグラグラってなって、ヨロヨロってなって倒れちゃう。この2パターンでしょうね。どっちかしかないっすね。それ障害者手当でかいの？障害者手当なんかないっすよ。ただ骨が痛いだけだもん。みぞおち、そうっすね。みぞおちはボディストレートで、ね、実は狙うところなんですよ。横隔膜をせり上げることができるし、ガードが開きやすいんで、いいですよ。みぞおちパンチは実は有効だなんですよ。ただ油断してる時じゃないとダメだけどね。やっぱ前かがみになってこうガードをしてたらやっぱりまあダメですね。みぞおちかレバーって言って、左パンチだから右の脇腹を狙うんですね。それはもううまく入っちゃうと、もう何て言うんだろう、地獄の苦しみ、ボディの苦しみは抜けないんで、呼吸がどんどんできなくなっていって、チアノーゼって言って酸欠を起こすんですよ。あ、密かに格闘技好きなんだ。じゃあ、大会出るんで応援してください。ふわっちのフォローと YouTube のフォローと Twitter のフォローをお忘れなく。エキサイトしましょう、一緒に。一緒に戦おう。テンプルは、ですね、テンプルは効くかどうか、ですね、脳震盪って、頭蓋骨の中に、水が入ってるんですね。まず、頭蓋骨の空洞、太い骨の中に、器の中に、水に満たされた豆腐みたいな、豆腐とか白子みたいなのが脳みそなんですよ。で、簡単に言うと、頭蓋骨に脳がぶつかって傷がついたりとかダメージを負ったりとかして脳震盪って起こるんですよ。要は脳がバグるんですよ。だからテンプル痛いっすよ。ただ頭蓋骨に当たってるじゃないですか。テンプルを効かせる場合は、要は顎がなぜ効くのかっていうと、顎って一番尖ってて一番下についてるから脳みそ上についてるじゃないですか。顎は角度的にバンって顎を一瞬で揺らすと脳みそが揺れやすいの分かります？顎をスパッて抜くとカクンってなるじゃないですか、顎が。そうすると中の水に入ってる脳みそがブルンって揺れますよね。でもテンプルでこれをやる場合っていうのは、思いっきり振りかぶって首ごとゴンっていかないといけないんですよ。だからハードパンチャー系の、要はヘビー級のボクサーとかハードパンチャーって呼ばれてる人は得意ですよね。テンプルっていうのはこめかみなんですけど、こめかみにガチンと決めてやるのは相当なハードパンチャー。テンプルは効きますけど、テンプルで
持ってったらすごいですよね。ハードですよね。超かっこいいですね。テンプルめがけてフックで脳震盪起こさせたら超かっこいいですよ。だから効くのは一番効くのは顎って言われてますね。まあボクシングとかでは上って呼ぶんですけど、上を狙う。だから常にそのボクサーが狙ってるのは顎です。顎めがけて打つ。まあね、たまにね、そのテンプルも狙いますけど、テンプル、顎、それから耳ですね。実は耳にバチンって当てると、耳の三半規管があるじゃないですか。三半規管で平衡感覚失うんですよ。だから耳ガードが開いたらテンプルじゃなくて耳狙うようなうまい人もいますね。もうでもそれができるんだったらプロですよ。狙って耳、顎、鼻、テンプル狙えるんだったらプロ。そんな動き回ってる相手にさ ピンポイントでパンチ打てるんですもん。化け物っすよね。耳はね、三半規管が入ってるから、要はヨロ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 しちゃうんですね。平衡感覚失うから、それ一発で立てなくするんじゃなくて、その後ラッシュかけるためにそのバチンって入れるんですよ。アンダージイヤーっていうのかな、アンダージイヤーね。え、来月マンスリー入れるかな。もう県外だよ俺。さすがになんかやってても悔しいよ。あんまりマンスリーランキングのことは触れないで。もうトップ狙うどころかさ、150人以下なんだよ俺今。ああ、もうまた県外だ。勝ちないのかな俺の放送に。なんか悲しくなるよね。スラタン頑張ってんだけどな。頑張ってるだけじゃダメだよな。結果出さねえとな。まあ来月頑張るよ。まさかマンスリー150人以下になるとは思わなかったよ。恥ずかしいよな。もう配信5年もやってんだけどね。あー、メガホンありがとう。アイテムありがとう。頑張るね。13号さんが、いや、頑張るよ。さすがに150人以下っていうのは 笑っちゃうよな、本当に。まだ1日ある。もちろん頑張るよ。県外にならないように。皆さん寝落ちかな？どうなんだろう？みんな寝てんのかな？まだ起きてんのかね？起きてるかい？ラスト1日でランキングに入ればモチベーション上がるしな。いや、でもそれでも150位だから、もう、なんかもう最近つらい。本当に。アイテム飛ばなすぎて。本当にどうしていいかわかんないから、あんまり考えないようにしてるよ、もう。もういろいろあがいてきたけど、もうなんか疑心暗鬼になっちゃうっていうかさ、なんか辛くなるのね。もう半年間もうボロボロだよ、精神的に。収入がどんどん目減りしてくんだもん。だって一番さ、びっくりしたの、生活保護の動画作ったの、なんかあれなんかさ、閲覧400人近くいてさ、花火一発だぜ。俺もう情けなくてさ、その場所を借りるのに6000円とか、ドリンク代だけでも5個ドリンク頼む、まないといけないから7000円、8000円かかるわけでしょ。で、ゲストも招いてんのにね、マジかよとか思ってつらかったよね。俺はまだ寝てない今日。メガホンについてはちょっとよくわかんないな。どうなんだろう、メガホン集めてんだ。いや、所得隠しじゃないの？収入がバレないようにするってことじゃないの？まあ、閲覧だけじゃはよくわかんないな、もう正直。まあ、俺が語ることじゃねえかな、もう。もう正直、アイテムのことも配信のこともあんまり語りたい気分じゃねえわ。
俺が何言ったところで説得力ねえもん。もういいよ。あ、そうだよ。マンスリーランキング。例えば、13号さんが10メガホン投げてくれた。これ100メガ、あ、100ポイント。わっちの。マンスリーポイント的に100ポイント。効果はでかいよ、メガホンは。メガホン投げれば投げるほどマンスリーは上に行く。意味なくないよ。めちゃめちゃ効果でかいよ。はいよ、ありがとね。また来てね。あ、不眠症なんだ。俺も不眠症だった頃あるな。辛いよね。太陽、運動するようになったから、捨て頃出るようになったから、その、ね、なくなったな、不眠症。やっぱね、太陽浴びることと汗かくことなんだと思う。正直、本当に。俺も鬱だった頃やっぱ引きこもりだったもんね。うん、いや本当に関係あると思うよ。鬱と太陽浴びてんのと運動は絶対関係がある。運動しろよっていう簡単な言葉で片付けるつもりはなくて、それができないから苦しんでるけど、実際俺運動してよかったなと思ってるから、おすすめですよ。おすすめです。太陽を浴びること、運動すること。まあ、北海道だからね、外出れねえもんな。そうだよね。マイナス16度だもんね、なんたってね。確かに。
スラタンだよね。じゃあそろそろみんな俺寝るわ。うん、おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。